はい、こんにちは。今日はですね、プロクリエイトの便利な技をたくさん紹介していきたいと思います。私ですね、よく食べ物の絵を描いてるんですけど、その食べ物の絵を描くときにレイヤーをたくさん分けて、描いてるんですね。で、そのレイヤーの分け方だったりとか、あと色を塗るコツを紹介していきます。で、今日はメインに、アルファロックっていう設定と、あとマスクをクリップっていう設定があるんですけど、この2つについて解説していきます。はい、じゃあ始めていきます。プロクリエイト立ち上げて、上のプラスボタンからスクリーンサイズでキャンバス開いていきます。で、最初ですね、基本の便利な技を紹介します。まず色取ってもらって、ブラシはですね、カリグラフィーの中にあるモノラインを使います。でですね、綺麗な円を描きたい時なんですけど、円を適当に描いて、こうやってグッてアップルペンシルを押し込むと、綺麗なラインが描けます。で、なおかつ左の方どこでもいいのでタッチすると、こうやって正円が描けるようになります。で、次ですね、塗りつぶしたい時は、こうやって放り込むと塗りつぶせます。で、塗りつぶした後にこうやって左右にドラッグすると、敷地っていうどれぐらい塗りつぶすかっていうのも選択することができます。で、次ですね、この赤色の上から色を塗るときにはみ出さないように塗るやり方です。ここを選択してもらうと、アルファロックっていうのがあります。このアルファロックを選択してください。で、適当に違う色取ってもらって、こうやって上から塗ると、この赤色の楕円の中だけ塗りつぶされるようになります。で、これがアルファロックです。で、この機能をどういう時に使いたいかっていう話なんですけど、例えばこの赤色にシャドウとハイライトを塗りたい時ですね。ソフトブラシっていうブラシを取ってもらって、今ちょっと暗めの色を選択して、この下の方影をつけていきます。そうすると、その赤色の外ははみ出さないように、このシャドウの部分が塗れますね。で、こんな感じで色重ねていって、同じようにハイライトもこうやって塗っていきます。で、色をざっくり塗って、上のですね、ツールバーにある、今矢印マークがブルーになっていると思うんですけど、これなじませツールですね。色をなじませることができます。で、シャドウとハイライト塗った後にこうやってなじませて、ちょっとボールみたいな感じの表現も作ることができます。で、じゃあこの上にですね、模様をつけたいとするじゃないですか。何でもいいので、こういうドット柄を塗りたいとき、同じようにこうやって上から乗せると、まあ、はみ出さないようには塗れるんですけど、もしこのドットを消したくなった時、例えばこうやって消しゴムで消しますよね。でも、こうやって消しゴムで消しちゃうと、さっき塗った赤色のところも一緒に、消えちゃうんですね。同じレイヤー上にあるので、赤色のところも一緒に消えちゃう。なので、その時どうすればいいかっていうと、1個上にレイヤー追加して、ここの、タップすると、マスクをクリップっていう項目があります。で、このマスクをクリップをオンにします。そしたら、レイヤーの横にですね、ちっちゃい三角印みたいな、矢印みたいなのが出てくるので、このレイヤーにさっきの白色の模様を塗っていきます。で、さっきと同じように、この上のレイヤーに白色のドットを塗っていくと、同じようにですね、この赤色のレイヤーから、赤色のボールからはみ出さないように塗ることができます。で、今レイヤーは上と下で分けて作ってるので、後からこの白いドットを消しゴムで消したい時も、その赤色も一緒に消さずに変更することができます。で、これがマスクをクリップっていう設定になります。なので、アルファロックとマスクをクリップっていうのは、どっちとも、色をはみ出さないように塗る設定なんですけど、その時に応じて、使い分けてもらえればいいかなと思います。例えばちょっと、じゃあこのボールにノイズを加えたいときですね。今ノイズブラシを取ってます。で、レイヤーを分けて、そのレイヤーをマスクをクリップをオンにして今塗ってます。Thank you.
で、こんな感じでちょっと質感のあるボールができました。で、このマスククリップなんですけど、何個でも追加することができます。さらに上にレイヤーを追加して、それをマスククリップを押して、で、違う、質感のあるもの、例えばこういう、なんていうんですかね、テクスチャーみたいなのを塗ることもできます。で、要するにですね、マスククリップっていうのは、後から、変更するであろうなとか、後から変える色を変えたいとか、消しゴムで消したいなって思う時にマスククリップっていう機能を使えばいいかなと思います。で、次いきます。次はですね、歪みツールを紹介します。一旦これグループ化して、この上の調整レイヤーから歪みっていうボタンがあるので、歪みを押してください。で、一番左端のプッシュっていうところを今クリックしてます。で、この状態で、なぞるというか、こう押していくと形を変形させることができます。これ歪みツールです。で、歪みツール結構面白くて使えるので、他の動画でも紹介してるんですけど、今日はですね、これで歪みツール使ってさっきのボールをちょっといちごっぽく作っていきたいと思います。で、歪ましたので、ちょっとシャドウとハイライトを調節して、この形に合うようにシャドウを入れてます。で、新しくレイヤー追加して、マスクをクリップをして、次、いちごの種を描いていきます。ブラシはですね、スタジオペンっていうのを使います。で、ブラシのサイズを最大にして、ひたすらちょん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 して、種を描いていきます。はい、こんな感じでですね、種のとこ完成ですね。黒い種の下に、白いハイライトみたいなところを入れてるんですけど、これちょっとぼかしたいと思います。調整レイヤーのところからぼかしっていうところを選んで、スライダーをこう左から右に、スライドさせると、ちょっとこの白いところがぼけたような、ニュアンスになりますね。で、さらにこの白いところのレイヤーをクリックして、マスクっていう項目を選びます。で、マスクは、黒色で塗ると一時的にそこの部分だけ見えないような状態になります。消しゴムで消したのではなくて、一時的に、非表示にさせるようなのがマスクですね。で、今これ、白色の、下半分ぐらいのところをマスクで、見えないようにしてます。で、種のところちょっと色が黒すぎるので、変えたいときは調整レイヤーのところから色相サイド明るさっていうのがあるので、ここで、ちょっと色を薄くしたりもできますね。で、次いきます。次ですね、葉っぱの部分作っていきます。今回はちょっと機能を紹介したいので、こういう葉っぱを写真ですね、写真をちょっと撮ってきました。で、これをドラッグ&ドロップで投げ込みます。で、そうしたらこうバウンディングボックスが現れるので、ちょっと回転させたり形変えたりしていきます。で、この白色の部分だけ取って、緑の葉っぱだけ残したいので、その時はここ選択されていることを確認して、上のセレクションツールですね、セレクションツールを押すと左側に自動っていうボタンがあります。で、自動をクリックしている状態で白い部分をタッチしてください。そうすると今白い部分がタッチさ、選択されている状態なんですね。で、その状態で消しゴムツールで消します。すると、選択された白い部分だけが、消しゴムで消すことができます。で、こんな感じでですね、ちょっと位置とかを微調節して、今この状態だと写真っぽすぎるというか生っぽすぎるので、色を付け加えてちょっとイラストっぽくしていきます。さっきと同じようにここマスクをクリップにしてます。で、何でもいいのでブラシ取って適当にこうやって色をつけます。で、色をつけたらここ、ブレンドモードをカラーにします。カラーにしてください。
で、この状態で葉っぱのレイヤーをタッチして、このぼかしツールを使って、ちょっとこうなぞっていくと、あの葉っぱのディテールが潰れてちょっとイラストっぽくなります。これこの前、動画1本上げたんですけど、それちょっと概要欄の方に載せておきます。この写真をいかにこうイラストっぽく見せるかっていう、テクニックですね。でそのテクニックを使って今ちょっと葉っぱを、油絵っぽくしてます。でこんな感じで葉っぱのとこはほぼ完成ですね。色のレイヤー追加して、ブレンドモードを変えてですね、こう色を重ねていくとまたちょっと違った表現になっていくので、この辺はちょっとお好みで作ってみてください。で最後ですね、ちょっとイチゴのとこに影とかつけて仕上げていきたいと思います。はい、という感じで、完成になります。最後ですね、いちごのとこのレイヤーがどうなってるかっていうと、一番下にベースカラーがあって、それがアルファロックになってます。でその上にマスクをクリップを設定したレイヤーがたくさん並んでいて、そこにあの色を分けたりとかしてテクスチャーを加えていってるっていう感じになります。でまあ、今日はですね、いろいろ機能を紹介したんですけど、そのアルファロックとマスクをクリップを使い分けるあのテクニックをですね、覚えてもらえればいいかなと思います。はい、という感じで今日は以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。じゃあねー。